こんばんは、ひゅうやです。では、ディアブロ3を、続きやっていきましょう。外見の変更をしたい。これを、すごい怪しくなるけど え、怪しい まあこれかな、せいぜい。この色を変えたい。そこは変えらんない？まあ、とりあえず、あと、なんだ？ガンガン外見を変えさせたい。あ、お金が足んない。本質を変える、あ、そういうことか。もうとりあえず外見だけ変えれれば別に。基本怪しいのか。まだこれまだマシな方だったのね。むしろ怖いですけど。これにしてみようか。じゃあ苦難の荒野の方に行きましょうか。ここに剣があるなら見つけてみせる。また光が強くなったな。そうですね。不可能だ。何敵が強大であろうと私は引かぬ。無理だ。よし、やったぞ。ちょっと強すぎて何が起こってるのかさっぱりわかんないんだけど。これは？コマンドゴーレム。発動時ゴーレムが崩壊し5体の死体に変わるってどういうこと？え、どういうこと？おう、
ダメだ。そういうこと？常に召喚はされてるけども、発動というか、機体に変わると。まだ使えない。そしてまたレジェンダリーのアミュレット。そんなに運良くていいのかな。不可能だ。ダメだ。どっちが強いのかな。ダメだ。無理だ。不可能だ。これでもアップデート来たらさ、弱体化しそうなレベルじゃない？こんなの。そんなことない？それはできない。これバランスと、もうバランスこう取った上でこうなの？フレッシュゴレムってだってさ、こうじゃん？こう、下に変えて、ダメだ。これ使ったらもう、超強いじゃん。まだ力が溜まっていない。あ、そうか。不可能だ。無理だ。さすがにあの木は死体にはならないみたいな。もうダメだ。うちの土地に魔物が根を生やしちまった。そうか。ならばここを去るべきだ。本当だよ。俺たち家族にはこの土地しかないんだ。どこにも行けないよ。どれどれどれ。不可能だ。ダメだ。不可能だ。不可能だ。それはできない。
この土地は大丈夫だ。ありがとう。どういたしまして。我々の今日の行いのおかげでトリストラムの人々が飢えることはないだろう。最初に手に入れるこのアミュレットがさ、すでにレジェンダリーって。で、はい。私の助けとなるだろう。ですよね。あれ。いい選択だ。無理だ。できない。苦を感じる。不可能だ。今度は何を手に入れたの？そうなんだ。あー、別にじゃあいらない。あー、待って、コープスランス、そんで、さらに。いるかな、それ。なんかもうそんないらない気しない？もう十分強い気はしない？不可能だ。それはできない。この農園への
攻撃をやめさせなければトリストラムの住民が飢えることになる。そうだな、それはいただけないな。ダメだ。無理だ。ダメだ。それはできない。あとなんだっけ、さっき手に入れた、これはいらない。どっちでもいいな。これはいただきましょう。これペットのさ、ペットって何してくれんの？それはできない。特にペットは何してくれるわけでもないのかな。まあ物は拾ってくれてるけど、それ以外は？従者。わかんないな。ダメだ。ダメだ。誰かが未だにここに住んでいるようだな。骨董品屋？素敵、こんなところまで買い物に来てくれたのね。
なんかあんまりそんないいものを売ってたわけじゃないけど、まあ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 、敵の数がこう少ないとあんまりこの旨味がない感じだね。本当なるべく敵が多い方がいいんですけど、この光、剣の破片が近くにあるに違いない。ダメだ、じきにマグダ様がいらっしゃる。もう少しだ。剣の破片だ。人のものを奪おうとするお前は誰だ。これはお前のものではない。それはどうかな。私はマグダ、この教団を率いる者だ。破片はいただくぞ。私を敵にしたいようだな。そうか、では相手になれるでしょう。それはできない。見事だな。しかし次なる破片に近づくことはできぬ。いにしえの民しか入れぬ場所に落ちたからな。見た目以上に腐った女だ。うん、運命が我らを引き合わせてくれて嬉しく思う。なぜだ。あなたは誇り高く獰猛に戦っている。純粋な魂の持ち主なのだろう。純粋な魂の持ち主、まあでもそうだろうな。そうなのか。そうだといいな。なんていうか、こう、敵の数が足んないっていうかね。無理だ。このうまくこう死体を捻出した頃には
敵はもういなくなってるっていう。特にスケルトン明治召喚した時とか、スケルトン明治が死体になった頃にはもう敵がいない。死体をこう使った方が強いんだけども、出した頃にはこの死体の使い道がない。すごい宝だ。そうか。え、装備する？装備できる？できないよね。あ、モニングスター装備できんじゃん。これいいじゃん。助かるよ。それはできない。はい、そう。それはできない。強敵だった。他にもいないか。これはどっから出てきた？ダメだ。不可能だ。今のゴーレムのこの雄たけびは 何故の雄たけびなのかね。どうしようかな。ゴーレムが来てると思ったんだけどな。どっちが強いのかなって。っていうか別にそんな強くなくてもいいような気がしてきた。不可能だ。強さには困ってない。可能だ。どうだろうな。不可能だ。ダメだ。
ダメだ。不可能だ。ダメだ。ダメだ。これは？ああ、エッセンスが減少するのね。方向家族がこの苦しみを終わらせて。了解した。お願い、私の家族の呪いを解いて。聞こえるわ、あの人たちが。気をつけろ、霊は嘘をつく。人命は私の怒りを思い知れ。またおせっかいな娘の差し金かい。お前が代わりに罰を受けるがいい。君たちの邪魔をするな。ありがとう。これで家族に降りかかった呪いからようやく解放されるわ。なるほど。過去の過ちを正そうとする霊もいるのだな。見誤っていた。まあ死者はこっちの方が専門だしね。それはまあ、なるほど。無理だ。ちょっと微妙。あそこポテンは。それはできない。ちょっとまだ何とも言えないな、あれは。闇との戦いに助力してくれて礼を言う。テンプル騎士団にとって悪との戦いは大きな意味があるからな。全てのものに均衡は必要だ。では、今回ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。また、次回ご覧いただけたら、幸いです。では、ひいわでした。バイバイ。